こんにちは第2部は波動の低い3つのタイプが分かりますよ。私の YouTube では波動という言葉がよく出てきます。いい引き寄せを起こすためには波動が高くないといけない。悩みの多い人は波動が低い人です。それは毒親さんや毒夫さんの被害に遭っているからエネルギー不足で波動が低くなるんです。 先生によると、波動の低いタイプは3つあるそうです。1つ目は、波動の低い人に怒られないように気に入られようとしている、どこ屋さんやどこ夫さんの望むような人になってませんか ?2 つ目は、波動の低い人に心をとらわれている、どこ屋さんやどこ夫さんのことを気にしてませんか ?3 つ目は、波動の低い人と似たようなことをする。 毒親さんや毒夫さんと同じように不機嫌になってませんかこれを聞いて全部心当たりがあるとドキッとしました第3部は波動を高くするための方法をお話ししますねお昼はこれで終わりますね第3部は夜の7時に来ますね